このように思考を転換すると、いくつか思い当たる節があった。甲骨文字研究によって、陰の死生観を探り当て、当の中国ではすでに失われた陰の呪術的風習が日本列島においてそのまま継承されていると指摘した白川静香によれば、日本の神話世界において、神霊は垂直式に往来するとされていたというのである。つまり、中高度期。 の中心を垂直に貫通するトンネルは土器に描かれたソレイ回帰ストーリーの大断言、終わりとして紙蛇により絡みを解かれたソレイが母体へと降下する道筋を表したものではなかったかそしてそのトンネル上の道筋は山道のイメージとも重なるそう考えると土器の背面上部に描かれた松丸、ま、の図柄とまるでそれをトンネルに向かわせるため 下から押し上げようとするかのように描かれた紙蛇の図柄は、絡みを解かれ賛同へと導かれる新しい命を表したものと読み取れる。